一口駅名解説へようこそ。今回は、青梅線の、鳩の巣駅、の名前の由来について解説していくよ。時は明暦3年、当時、明暦の大火によって傷ついた江戸の町を復興するために、奥多摩の木材を大量に輸送する必要があったよ。木材を切り出し搬出する労働者の拠点として、多摩川沿いには飯場がたくさん設けられ、現在の鳩の巣渓谷のあたりにも飯場ができたんだ。その飯場の近くにあった多摩川水神社の森に、いつの頃からか、庭の中睦まじい鳩が巣を作ったよ。その姿に、労働者たちは和み、霊場として崇め、そしていつの間にか、この辺りを、鳩の巣のところ、というあだ名で呼び出して、今の地名になったんだね。玉川水神社は、この鳩を夫婦愛の象徴として、今でも縁結びの神として信仰されているそうだよ。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。